土井さんはそろそろ60歳ですよね。はい。どうお考えですか？どうとは？60歳で退職するか続けるかですよ。俺の名前は土井ひさし。半年後に60歳の誕生日を迎える59歳の会社員だ。ああ、そのことですね。はい。できれば早めに方針を出していただいた方がご希望に沿うようにこちらも考えないといけませんしね。ですよね。ついにこの時が来てしまった。すなわち60歳で退職するか、60歳で退職してから再雇用されるかを選ばなければいけないのだ。俺が勤務している会社は継続雇用制度を導入している。定年は60歳と決められているが、本人希望により嘱託再雇用の道を選べるのだ。と言ってもどっちにしろ憂鬱だよな。今よりも確実に収入が減るわけだし、59歳になった時点で会社の嘱託再雇用プランの説明があった。それによると、うちの会社は60歳が定年と定められている。その代わり嘱託再雇用プランが用意されていて、定年後も嘱託として働くことができる。ただし同じ職場で働けるとは限らない。条件は人によって様々だが、退職時点の6割程度の報酬額になる。だいたいこんな条件だ。年金がもらえるのは65歳から。それまで食いつないでいけるという仕組みだが、俺は迷っていた。あ、おはようございます。おはようございます。土井さん、今日もよろしくお願いいたします。この人は神山さん。俺より年上だが、今はうちの課の末席に座っている。理由は簡単、食卓だからだ。神山さん、これ入力お願いします。はい。神山さん、昨日の資料いいですか？昨日の？ああ、はいはい、これですね。ありがとうございます。神山さんはもともと営業でかなりのやり手だった。海外駐在経験もあり、社内で何度も表彰されている。それが定年後には末席に座らされてるなんて、どんな気分なんだろう。神山さん、お弁当ですか？はい。うまそう。昔から家内が作ってくれてて、定年後もね、こうして作ってもらえるんでありがたいですよ。へえ。今どうですか？ん？食卓になって私なんかと働いててどうなのかなって。ああ、楽しいですよ。ただね、事務作業って俺は苦手でさ、申し訳ないなと思うけどね。いやいや、そんなこと。いいんだよ、遠慮しないで。だからダメなところもダメって言ってほしいし。はい。土井さんはいくつだっけ？59で、春には定年なんです。そうか、続けるの？ちょうど迷ってたとこです。なるほど。給料も減るし、なかなか勤まるかなって。うん、あのね、俺はもともと定年後も働くつもりだったけど、なんかこう一から学び直しみたいな気持ちだよ。え、どういうことですか？社員じゃなくなって嘱託になるだろう。今までなんだかんだ年功序列の中で俺も偉そうな口を聞いてたと思うけど、これからは若い人の下につかなくちゃいけない。もう人生下り坂に入ったってことでさ、それを受け入れる、なんつうか心構えができたよね。なるほど。俺も嘱託になればそうなるのか。最近は息子に教えてもらうことの方が多いし、もう第一線を退いたから若い人の言うことを聞かなくちゃって思うのよ。そのトレーニングをしながらお仕事をもらってる感じかな。わかるかな、これ？わかります。昔は一律に定年でみんな辞めてったけど、今は選べるんだからありがたいよ。俺はそう思うようにしてるよ。ありがとうございます。うん、考えてごらん。神山さんの話を聞いて、俺は今までのモヤモヤがどこかへ吹っ飛んでいた。そうだ、働けるってことはありがたいよな。
俺も65歳までは頑張ろう。そして65歳まで嘱託として働くことを希望し、会社に申請。めでたく定年後も嘱託で働くことが決定した。給与は減ったけど、こんなもんだな。仕事があるだけ感謝だ。勤務地は変わらず、部署は異動になった。俺の新しい仕事は倉庫の管理業務だ。神山さんに習って、若い人たちの言うことを聞きながらうまくやっていこうと思う。さてさて、とはいえ給与が減ったからな、これからはちょっと買い物に気をつけなくちゃ。毎月必要なお金は。もしもし。おーす、俺だよ、早見だよ。早見は大学時代の友人だ。近くに住んでいることもあり、半年に1回くらいは連絡を取り合っていた。おお、どうした。明日空いてる。ん、あ、明日は仕事だな。なんでだよ、遊ぼうぜ。遊ぼうって、大学生じゃあるまいし。いいんだよ、だって俺定年で仕事辞めたんだもん。そういうことか。俺んとこの会社はさ、定年選択制ってやつなんだよ。60歳から65歳の間で何歳に辞めるか個人の希望で決めていいって言われたの。へえ、俺のところと似てるな。あ、そう？ただ俺の方は60で定年ってのは変わらなくて、その後からは嘱託で再雇用なんだけど。じゃあ退職金は？もらったよ。それだよ、俺のとこはさ、65歳まで働くって決めたら65歳にならないと退職金出ないって言われたの。再雇用制度では60歳が定年となっているため、60歳時点で一律に退職金が支給された。しかし定年選択制は社員の立場を失うわけではないので、退職金の支払いも繰り延べされるというのだ。その場合給与はどうなるの？それがよ、給与は60歳超えたら下がるんだって。今までの 60% とかって言われたな。そんなんやだなと思ったからさ、やめたよ。そうか、しかし大事なのはそこからだ。年金が支給されるのは65歳から、それまでどうやって過ごすつもりなんだろう。すると驚いたことに、早見は60歳から年金を繰り上げ受給して、すでに年金で暮らし始めているのだという。年金の受給額は月12万円。12万円で生活できる？貯金を崩しながらできるよ。毎日楽しいよ。お前そんなに貯金あるのか？足りなくなったらどうするの？とりあえず退職金あっからさ、上がらないけど足りなくなったらそん時考えればいいじゃない。気楽だな。かくして俺は65歳まで働く道を、友人の早見は60歳で退職し年金を繰り上げ受給する道を選んだ。今までは課長職で手取り30万円だったが、4割減の手取り18万円。そのため今までよりも節約が必要だ。俺は独身で賃貸マンション暮らし。ここはやはり固定費を見直すのが大事だ。まあどうにかなるだろう、退職金あるからな。これを機にちょっと家電の見直しをしようか。冷蔵庫やエアコンは最新のやつの方が節電になるんだよね。思い切って買い替えよう。そんで今までは外食中心だったけど、これからはちょっと自炊を頑張るか。もう残業もないからな。こうして仕事と並行しながら生活の改善を図ることに。結果今までだいたい1ヶ月の生活費が15万2000円だったところ、11万4000円に圧縮することに成功。よし、3万8000円の節約だ。ちなみにこれらは本当に必要なお金だけで、付き合いの飲み会やレジャー費などは計算に含めていない。つまり今までのような生活をしていたら、おそらく生活費だけでかなり使ってしまい、遊んでいる余裕もないが、生活を改善したことで給与が減っても生活の余裕がある。
さらに健康維持のために歩いて遠出することを覚えた。はあ、今日はもう2万歩歩いたぞ。よしよし、お金をかけずに余暇を楽しむことにも慣れてきた。会社の方はというと、年月が経つにつれ自分の知っていた社員はどんどんいなくなり、若い人にとって代わられていく。緩やかに少しずつ社会から離れていくことを感じながら、65歳のその時を迎えることができた。振込金額は30万円、1ヶ月あたり15万円ってことだな。大事に使わせてもらおう。退職金が入った時に古い家電を買い替えたおかげで、しばらくは大きい出費の心配もない。ここからが本当の老後だ。そうか、お前もとうとう年金もらい始めたんだな。1ヶ月あたり15万円だって。いいなあ。まあ今まで働いてた分だもんな。早見はどうだったこの5年間？いやー、やっぱり少ないよ。今まで30万円もらってたのに急に12万円とかさ。やっぱ苦労したよね。だよな、俺だって12万円じゃちょっと難しいよ。だろう。だけどまあ退職金あったし時間はあるからさ、自炊したりちょっと足を伸ばしてなるべく安いスーパーを回ったりさ、もう何曜日にどこで買い物するとかだいたい決まってるからね。主婦だ、主婦だよ。趣味もなるべくお金かけないようにしてさ、毎朝ウォーキングしたり、週に1回は囲碁クラブに行ったり、そのくらいかな。満喫してるね。ところが意外とみんな働いててさ、寂しかったよ。今度どっか出かけようぜ。いいね。65歳、俺はようやく全力で老後を楽しむ準備ができた。今まで働いてた分少し寂しさもあるが、今はこれで良かったと思っている。今のご時世、男だって80歳くらいになるからね。それまで元気でいようや。約束だ。俺たちの当面の目標は70歳まで健康に過ごすこと。その先のことはまた考えていけばいい。これからの人生、悔いのないように過ごしたい。今度こそ全力で余暇を楽しんでもいいんだよな。あなた、今までお疲れ様でした。ありがとう。俺もとうとう65歳、定年だ。これからは2人でのんびり過ごしましょう。そうだな。俺の名前は呉の五郎。先日めでたく定年退職を迎えた65歳だ。退職金のおかげで住宅ローンもなくなった。やれやれだな。これで一つ肩の荷が下りたわね。あとは老後のお金だけちゃんとしておけば。おいおい、何言ってんだ。住宅ローンがなくなって子供は2人とも結婚して心配なんか何もないだろう。何言ってるんですか。今度から年金で暮らしていかなくちゃいけないんだから、私はもうそれが心配で。いやいや、心配ないって。だって退職金あるから。旅行行くぞ。クルーズ船で世界一周。またバカなこと言って。ダメよ。なんで。だって退職金はローンの返済に当てたんでしょ。そうだけどさ、それまでの貯金と合わせて今手元に1300万円あるんだよ。それで何を心配するの。頭が痛い。はあ？あ、私パートに行かなくちゃ。まだ働いてんの。そりゃそうでしょ。孫でも生まれたらそれどころじゃないからね。今のうちに働いておかなくちゃ。なんだよ。俺がせっかく仕事を辞めたってのに、妻は相変わらずパートで働いている。退職したら二人で旅行にでも行こうと思ったのに。人生80年時代、
今の60代は一昔と比べても分かる通り元気な人が多い。健康寿命は明らかに伸びて、60歳を過ぎても働く人が確実に増えた。正直俺も65歳になったとはいえ、まだまだ若い者に負けるつもりもない。だがもうそんなに頑張らなくてもいいんじゃないだろうか。ただいま。ずいぶん遅かったな。あら、いつもこんなもんよ。おしゃべりしてるとついついね。そういうことか。お夕飯にしましょうね。ん？買ってきたのか？そうよ。夕方になるとお惣菜が 20% 引きになるから。ほら、天ぷらと唐揚げ。お前、こんなの買ってたらパートに行ったってほとんど残らないだろう。そんなことないわよ。あなた、老後の貯蓄はいくらくらいあればいいと思ってるの？お、いくらだろうな。まあ年金あるしな。その年金はいくらもらえるか分かってるの？この間ちゃんと確認したよ。俺とお前の分と合わせて22万円くらいだった。そうね。じゃあ私たちの1ヶ月あたりの生活費がいくらか分かってるの？食費だろう、光熱費だろう、あとは別に大きい出費はないだろうから10万円くらい。何、夢みたいなこと言ってんの。毎月20万円はかかってるわよ。はあ、なんで。何よ、そのくらい当たり前でしょ。そこで家計簿を引っ張り出して見せてもらったところ、食費6万円、水道光熱費2万円、家具家事用品1万円、洋服など5000円、保険医療費1万5000円、交通通信2万5000円、レジャー費用3万円、雑費2万円。なんと毎月19万円ほどかかっているということが分かった。おい、どういうことだ？何にこんなに使ってるんだ？失礼なこと言わないで。毎月ちゃんと無駄のないようにやりくりしてこの金額よ。ちょっと多すぎないか。こんなんじゃ旅行なんか行った日にはすぐに赤字じゃないか。そうよ。だから私がパートで稼ぐ3万円だってあった方がいいでしょ。そうだな。いや、でも納得いかない。仮にだよ、今の感じで毎月トントンだとしたら貯金がなくなったってどうにかなりそうなもんだろう。呆れた。なんだ？あなたね、この先お金がかかるようになることあるでしょ。なんだ、孫代か。そりゃ孫は大変だって聞くけど。なんてこと言うのよ。本当のことだろう。出産祝い、お宮参り、洋服だなんだ、おせっかだ、大変らしいぞ。いいじゃない、孫なんだから。ああ、まあね。孫よりも大切なことを忘れてない？考えたくないけど、年取ったらどうなるかってことか。そうよ。だいたいね、みんな年取ると病院か施設かどっちかのお世話になる人がほとんどなんだから。あー、まあね。介護施設に入所するのって本当に大変なんですって。場所によっては入所費用に何百万なんてとこもあるみたいだし。何百万？入れたにしてもそこから毎月30万円近くかかるとかね。毎月30万円？介護は一度始まると一生ものですからね。だいたい 3,4 年はお世話になるのが普通みたいよ。ってことは毎月30万円、3年間お世話になったら1000万円超えるわよね。待てよ、そんなお金用意できる人間そうそういないだろう。だから大変なんじゃない。なんでも高齢者の老後の貯蓄額は800万円が中落ちらしいの。おお、じゃあ俺たち優秀だな。違うわよ、夫婦で1300万円なんだから足りないわ。そうか。
一昔前は老後の貯蓄は夫婦で2000万円あれば安心と言われていたけど。はあ？いろいろあって今はそれじゃ足りないと言われ始めてるわよね。4000万円あっても足りないということも言われ始めているし。はあ？ハサミは昔から大がつく心配性だ。はっきり言って老後の不安なんてものもその場限りじゃないかと思うわけだが、でも確かに年は確実に取るからな。介護か病院か、ああ不安だ。老後の暮らしは未知の世界だ。俺は勉強と思い、人生の先輩である兄に話を聞くことにした。お前から誘うなんて珍しいじゃないか。いやちょっと兄貴に手ほどきをお願いしたくて。いいよ。お前はね、金の使い方が下手なんだ。やっぱそう思う？実はさ、嫁さんもすごい心配だからって。あのね、飛び道具ばっか使わないでさ、もうちょっと符をね、使ってね。ちょい待て、何の話？将棋じゃないの？違うのよ。なんだ、金の話かよ。兄貴は年金もらって何年か経ってるだろう。どうなのよ実際。おお、まあ今のところ破産はしてないよ。今いくつだっけ？68歳。兄の志郎は俺と同じように65歳で定年退職し、一足先に年金生活を送っていた。年金はね、夫婦で24万円くらいだよ。うちは奥さんも働いてた時期がちょっとあるから。いいなあ。まあ贅沢しなければどうにかなる。たまにバス旅行に行くとかさ、そのくらいできるよ。俺クルーズ船で世界一周したいんだけど。へえ。で奥さんはなんて？バカかって。だろうな。なんで？まあ夢を見るのは結構だけどさ、老後ってのは現役の時より大変だよ。余裕ぶってられるのは元気なうちだけさ。うちだってよ、嫁さんが苦労してるよ。なんでさ、兄貴のとこはまだ二人とも元気だろ。ところがうちの嫁さんは90歳になるお父さんがいてな、介護してるんだよ。介護だなんて初耳だ。本人が元気とかそういうことだけじゃないんだな。お父さんは一人暮らしなんだよ。だから兄弟3人で変わる変わる様子を見に行っててね。まだ自分のことはできるみたいだけど、認知症だからさ、どうなるんだかよ。施設は考えてないの？どこもいっぱいだし、お金があんまりないらしいんだ。特別養護老人ホームの順番待ちだけど、なかなかね、難しいらしいよ。そうなんだ。俺もたまに顔を出すけどね、まあ俺のことなんか覚えてないから警戒されちゃってさ、手伝うこともできないし。そりゃ大変だな。だから嫁さんは親の世話、俺は孫の世話だよ。孫も3人いるからさ、毎週あっちこっち忙しいんだな。そうさ、ジジイだって休ましちゃくれないよ。孫ってお金かかるの？かかるよ、神様お孫様だよ。だよな。孫にケチったらジジイの存在価値なんてなくなるぞ。気をつけろお前。そうなの？そうなの。だからね、俺も一度は仕事辞めたけど、また最近ちょっと仕事をしてるんだ。シルバー人材センターってあるだろう。この上仕事もすんの？するさ。だって時間はあるんだもん。忙しいな。元気もんが何言ってんだ。働け働け。老人も働かないと社会が回らないんだよ。年金が65歳からになって社会も変わったよ。2021年時点で65歳以上の就業率が 25.1% なんだとよ。へえ、そんなに？
もちろん正社員じゃなくて多くは食卓やパートなんだろうけど、俺くらいだって働く人は働く。お前なんか働かない理由がないだろう。だって貯金はあるんだよ。いくら？1300万円。それを言うなら俺だって1500万円はあるわな。なあ、負けた。60代の2人以上世帯でも5家族中1家族は貯金ゼロだって言うよ。それを思えばまだいい方なんだろうけどね。貯金ゼロはないな。それじゃあどうにもならんだろう。まあそういう人は働けるだけ働くってことなのかね。俺にはわからんよ。定年後も働くのが普通なのかね。いやもちろん人それぞれだけどさ、病気したらそれどころじゃないだろうし、人によってはね難しいかもだけど、俺は健康でいられるうちは働けばいいと思ってるよ。働かなくていいのはよっぽどの大金持ちだけじゃないか。子供たちに面倒をかけたくないからね。そうなんだ。確かに考えてみれば、女性の出産年齢は30代が当たり前だし、老老介護も当たり前。寿命が伸びた分長く働けってことなのかもしれない。ただいま。おかえり。私もさっきパートから帰ってきたとこなのよ。どれ、茶でも入れるか。あら、ありがとう。どうだった、お兄さん。ああ、元気そうだったよ。そう、よかった。てっきり遊んでるもんだと思ったら、たまにシルバーで仕事してるんだって。ご立派ね。あなたもちょっとは。はあ、俺もそれ聞いてちょっと働こうかなって思った。そう、すごいじゃない。幸い俺はどこも悪くないし、子供たちに心配かけないようには働いてるくらいがちょうどいいのかもなって。そうよ、私はね世界一周なんかしなくていいから、たまに旅行に行ければそれで幸せ。お前ちょっと前まで老後といえばのんびりするもんと思っていたが、今は違うと分かった。若い世代の共働きも増えているし、ある意味孫育ても仕事のうち。そのためには俺自身がシャキシャキ働けるくらいでなくちゃ。よし、来月は夫婦で温泉に行こう。そして俺はそれまでに仕事を探すぞ。わあ、楽しみ。元気だからこそできることもある。老後といっても健康な間はまだ現役だ。俺もまだまだ頑張るぞ。今月の給料も手取りで20万ちょっとか。再雇用制度で再就職するとこんなに減るものなんだな。俺の名前は細田道夫。定年退職後も再雇用されて工場で働く63歳の男だ。よし、これで道具もちゃんと揃ってるな。お、材料が足りない。早く持ってこないと。でも俺がやっている仕事は雑務と言った方がいい仕事ばかり。細田さん、そっち終わったら梱包作業手伝って。はい。正直やっている仕事はパートや派遣と変わらない作業ばかりだ。そんな俺でも定年するまでは工場長だった。高校から今の会社に勤めて45年間、真面目に働いて仕事も事務や管理職中心のデスクワーク。それが定年退職して再雇用制度で雇用された途端。じゃあ今日から作業所の補助職員としてよろしくお願いいたします。はい。工場長だったのに今度は現場の作業員の補助。なんか急に仕事のグレードが下がったような。そして給料も、50万あった給料が25万って 50% もなくなっちゃうものなの。俺の給料は25万、手取りにして20万までダウン。ああ、役職付きじゃなくなったし、これは仕方ないと思うんだが。ちょっと気になって調べてみたら、再雇用制度で就職した人間の月収は、体力の低下などから来る仕事の能率の悪さから 30% から 50% は下がるらしい。
なんつうか仕方ないとはいえショックだ。あ、痛い、また腰が。ああ、細田さん、大丈夫ですか？すみません。少し休ませてください。またですか？すみません。ねえ、あの細田さんってさ、本当に工場長だったの？仕事の準備するのも遅いし、荷物運べば腰痛いで休みたがるし。ああ、俺も思ったけど、本人に言うのもな。検品とかも、もうちょっと早く済ませてくれるといいんだけど。だよな。おいおい、聞こえてるぞ。せめて俺のいないところでいろいろと言ってくれ。こんな風に陰口を叩かれることもしばしば。あの、この成分表、ちょっと見にくい気がするんだよね。もっと字を大きくした方がいいんじゃないかな。あとはイラストなんかも添えて、どの成分を入れるか分かりやすくした方が。あ、いえ、これでミスもなくやってますし、このままでいいです。それとも細田さん、この成分表パソコン使って作り直してくれるんですか？それはできないなら余計な口は出さないでください。そしてちょっとアドバイスをしようものなら、こうやって釘を刺される。もちろんまた。この成分表見やすいと思うけどな。だよな、変える必要ないよな。まあ老眼でちょっと文字が見にくいんじゃないの？それ言えてる。俺は職場のことを思ってアドバイスしただけだろ。なんでそんなことまで言われなきゃいけないんだよ。陰口を言われる毎日を過ごすことに。そんな日々が続くので、再就職を目指してみるも、再就職するにしてももう年だし、だからといって再就職した方がいいのかと思ってしまうし、どうしたらいいものか。再就職すると正社員ではなく契約社員という扱いになる。だから1年ごとに契約更新があるし、来年は切られるかもしれない恐怖に襲われる。でも他に雇ってくれるようなところもないだろうしな。本当にどうすりゃいいんだよ。人間って年取ると本当に何もできない人になり下がるな。ありゃ、太いから電話。久しぶりだな、こんな時にかけてくるなんて。まだ昼休みなんだけど。高校時代の友人の電話に驚いて出てみると。細いお前まだ働いてるのか？いや、年金がもらえるのは65歳までだし、それまで働かないと。繰り上げ受給でもらえばいいじゃないかよ。退職金もあるんだし、悠々自適に老後生活楽しもうぜ。いや、そんな余裕ははっきり言ってないからな。お前ってそんな退職金もらえない会社に勤めてたっけ？ダメだな。あ、休憩時間終わりそう。もう切るぞ。なあ、休日に会おうぜ。みんなお前みたいに真面目に働いてて、誰も付き合ってくれないんだよ。ああ、いいけど。こうして太いと俺は久しぶりに会うことになったが。お前、昼間から酒飲んでるのか？いいじゃん、やることもないし。今は朝から晩まで好きなことして、本当に最高の毎日を送ってるよ。ははは、そうか。太い、すごい生活を送ってるな。まあさ、寿司も取ったから食べてくれよ。ほら。ありがとう。あと、お前の好きな酒も用意しといたぞ。すまないな。どうしよう。歓迎してくれるのは嬉しいけど、ちょっと複雑だな。こんなに金を湯水のごとく使って大丈夫なのか？お前さ、いつまで働くつもりだよ。いや、俺は65歳までは働くつもりだけど。やめとけ。俺みたいに繰り上げ受給と退職金で楽しろよ。俺たち天国に近い年頃なんだしさ、今のうちに贅沢しとかないと意味ないぞ。それに職場でいろいろと陰口言われてるんじゃないのか？確かにそうだ。でも俺はあいつみたいにはなれないよ。確かに太いみたいな生活もありかもしれない。でも
やっぱり将来が大変だから、あいつみたいな生活は無理だな。陰口言われるのは嫌だけど、それも真面目にやってればマシになるかもだしな。俺は今まで通り働き続けることを決意。そして真面目に働いていると、細田さん、いつもありがとうございます。本当に助かりますよ。あ、周りから感謝され、陰口を叩かれることもなくなった。きちんとしていれば周囲は評価してくれるものだ。さらには、この前細田さんにもらったアドバイス参考にして成分表を作り直したら、パートのおばちゃんたちに受けが良くて。そうなの？あの時は失礼なこと言ってすみません。これからも気がついたことがあったらアドバイスお願いします。ああ、わかった。こちらこそよろしく頼むよ。自分のアイディアが職場で採用、その後もたびたび職場改善の相談を持ちかけられるようになったのだ。そして65歳。今までありがとうございました。こちらこそありがとうございます。俺はみんなに感謝され、会社を退社、年金生活を迎えることになったのだが。細田、何の用だ？ああ、太い、久しぶりだ。久しぶりに会わないか。ああ、ごめん。ちょっと今、金がなくて。そうなのか？よかったら少し金貸してくれないか？どうしたんだ？そんなに金がないって。それが…太い、久しぶりだな。細田、本当に来てくれたのか？金貸すといろいろ面倒だからさ、ちょっと食材買ってきたぞ。あとカイロ。カイロって？俺の勤めてた会社、カイロ作ってた会社なんだよ。これがあれば寒い日だって電気止まってもなんとかなるだろう。ありがとう。もしかしてガスも止められてたりする？ああ、その、そう思って携帯ガスコンロも買ってきたぞ。細田、お前にしてもすごいところに住んでるな。ああ、俺の年金って月に10万ちょっとだからな。それで週に3日ぐらい働きに行ってるけど、普通のアパートは借りられないって。ああ、年齢制限にも引っかかっちまうのか。そう、出会った老人専門の不動産屋で借りられたのがここ。まあホームレスよりかはマシだよな。その退職金は？そんなのとっくに使っちまったよ。そうか。ああ、このカイロあったかいな。ああ、うちの会社のカイロは結構評判いいからな。今はカイロって世界的に需要があるんだろう。うちみたいにガスや電気が止まってても使えるもんな。そうだな、海外では寒い地域でかなり売れてるからな。お前、定年退職してからもこんな役に立つもの作ってたんだな。すごいわ。俺も仕事辞めないで65歳まで勤めとけばよかった。自分の仕事をそう言われるなんて思ってもみなかったな。働いてることをバカにしてすまなかった。今さら後悔してるよ。気にするなよ。また回路足りなくなったら電話してこいよ。ありがとう。帰り道、俺はカイロで自分の体を温めながら思った。俺の仕事って誰かのために役立ってる仕事だったんだな。そんな仕事に長年携わってきたのか。本当に働くっていうのは誰かの役に立つってことなんだな。それが分かっただけでもいい人生を送ってきたよ。太いのこれからも心配だ。でも今後はちょくちょくと様子を見に行こうと思う。あいつもあいつなりに自分の納得する生き方があるはずだからな。後藤田さん、お疲れ様でした。老後楽しんでください。ありがとう。俺の名前は後藤田峠、60歳。本日定年退職を迎えた。今は会社の送別会を楽しんでるところだ。ああ、やっぱり仕事終わりのビールはいいな。でも
このビールを飲めるのも今日までか。今までお疲れ様です。老後楽しいことがありすぎるからってお金使いすぎないでくださいね。老後に破綻しちゃいますから。いくら暇でもそんなに使うところなんてないよ。まあゆっくりいろんなことはしたいと思うけどね。こんな風に後輩に軽口を叩かれるのも今日まで。そう思うとなんだか寂しいものがあるな。そして翌朝。もう7時か。早く起きて支度しないと。あ、今日から会社行かなくていいんだ。ちょっと拍子抜けするな。もうちょっと寝てようか。でもそれだと不規則な生活になっちまうしな。俺は独身で両親から相続した実家に一人で暮らしている。転職をせずに今の会社でずっと働いてきた。役職も55歳までこなして一線を退き一般職で退職したのだ。でも仕事がないととにかくやることがない。暇だ。一体何をすればいいんだ。まだ60歳だから年金の支給はないが貯金はあるので生活はなんとかなる。それに1ヶ月後には退職金も入る予定だ。うちの会社は大きいから退職金もそれなりにもらえるはずだ。そしたら、あ、楽しみだな。今からワクワクする。そうして俺は1ヶ月間を自堕落に過ごし、おお、退職金が2000万振り込まれてる。これなら当分は働かなくてもゆっくりできるな。1ヶ月後の退職金の支給日を迎えたのだった。貯金も500万近くあるし、しばらくは何もしなくても暮らせる。とにかく今は42年間ずっと働いてきた自分をいたわいたい。買っちまったよ車。これで旅行も行き放題だな。俺は思い切って500万の新車を購入。これでいろんなところを巡ることができるぞ。さてどこに行こうかな。俺は1年先に退職した先輩の言葉を思い出していた。ドライブとか登山とか、老後は体力も維持しなきゃだから体使う趣味がいいぞ。俺もそれで体力の衰えを防いでるしな。登山ですか。今度俺の行く山は半日もしないで登れる。初心者にもおすすめの山なんだが、一緒に行くか。はい、行ってみます。そこで先輩と一緒に新車に乗って山に登山に行くことに。だが、おい、かなり道がぬかるんでるな。滑らないように気をつけないとですね。ああ、まだ30分も歩いてないのにもう疲れてきた。おい、疲れるの早すぎだぞ。もっと頑張れ。山の緑を堪能できるどころか、山道はぬかるんで危険な状態。それに思った以上にコースは急な坂道で、歩くのに体力も使った。そして翌日には、足が痛い、筋肉痛か。普段運動していないことがたたって俺は極度の筋肉痛に。まさかこんなことになるなんてな。もう父さんはコリコリだ。他のことでもしておこう。でも先輩から誘いの電話はかかってくる。どうだ、また行かないか。いや、実はちょっと都合が悪くなりまして。そうか、暇な時にまた一緒に行こうな。はい。先輩には悪いけど父さんは俺には合わないな。また別の趣味を見つけよう。でもその後もなかなかいい趣味は見つからなかった。この本もおすすめされて読んでみたけどいまいちだったな。あとなんだかテレビもつまらない。知ってる俳優がみんな亡くなってて、再放送じゃないと楽しめないのもなんかな。勧められた映画でも見に行ってくるか。こんな感じで俺は老後の暇つぶしを探していたが、どれもピンとこないものばかり。
お金はあるし、自由にいろんなことを満喫できるのにどこか物足りない。そして運動不足解消に健康器具も買ってみたが、これ全然使ってないな。何のために買ったんだ。数週間もしないうちに使わなくなってしまった。今ではリビングの隅で埃をかぶっている。そして困ったことがもう一つあった。はあ、今月の生活費が26万。いつもは13万ちょっとで抑えられるのに、なんでだ。一人暮らしの男性の生活費は一般的に家賃も含めて15万9286円だと言われている。俺の場合は持ち家なので家賃はかからず、生活費は13万ほどで抑えられていたのだ。なのにいろいろと映画やら外食やら父さんやら行ったから、その金がかかったのか。なんだよ、老後は働かないから金が必要なのに無駄遣いばっかしてる。これからは逆に出費を抑えないとな。でもそんな時に限って。よう、後藤だ、元気か。東山か、どうしたんだ。今度飲みに行かないか。高校が一緒だった元同僚から飲み会の誘いがあった。でもこれ以上は金使いたくないし、俺は断ろうと思ったのだが。実はな、富樫も来るって言ってるんだ。富樫のやつが。あいつが地元に戻ってくるなんて久しぶりだな。だろう、3人で飲みに行こうぜ。ああ、わかった。地元を長年離れていた友人も来るというので行くことに。富樫のやつ、東京の方に行ってから随分帰ってなかったけど、元気にしてたかな。よう、富樫、また勉強教えてくんない。後藤だ、たまには一人で何とかしろよ。富樫は俺の高校時代の同僚で、すっごく優秀なやつだった。生徒会長もやっていた富樫だが、部活が同じで意気投合。俺は富樫によく勉強を見てもらっていた。今は30代で起業した会社を切り盛りしていたはずだ。そして飲み会当日。あれ、東山は。急な用事ができて来られなくなったらしい。お孫さんを預かることになったそうだ。ああ、あいつ結婚して子供もいるからな。神井さんはまだ働いてるし、俺と違って余裕ある暮らししてるんだろうな。どうした、お前も定年退職迎えたばかりだろう。退職金もあるし、そんなに金に困るようなことはないと思うんだが。それが老後の楽しみに車買ったり趣味始めたり、いつまにか金が目減りしてて、どうしたらよかったんだ。ああ、それは典型的なやってはいけないお金の使い方だな。例えば退職金で自分の欲しかったものを買う。退職金で好きなもの買っちゃいけないのか。考えてもみろ、退職金は確かに大金をもらえる。だがそれで年金がもらえる65歳まで仕事もせずにしのぐとなると、俺の退職金が約2000万、月の生活費が13万、これが1年で156万。それを5年間退職金から賄うとすると、780万も金がなくなるのか。そう、それにかかるものは生活費だけじゃない。固定資産税や車の自動車税、持ち家が老朽化すればリフォームも必要だ。そういった費用を考えると、貯金や退職金は慎重に使った方がいい。じゃあ退職金を元手に投資をして増やすとか。NISA や銀行の積立投資ならともかく、素人が大口の投資に手を出して資金を倍にできると思うか。そういった投資にはリスクがつきものだ。老後の資金をつぎ込むもんじゃない。確かに言われてみればそうだな。あとは貯金だな。貯金や退職金を使うなって言っといて貯金はダメ。なんか矛盾してないか。
いや、生活費の足しになるぐらいの貯金をするのはいい。ここで言うのは、貯金にばかり走って老後を楽しまないことだ。でも、やっぱり老後って働けなくなるし、貯金はあった方がいいよな。後藤田は健康寿命って知ってるか？なんだっけ？普通の寿命と違って、元気にいろんなことができる年齢のことだっけ？そう、その年齢の平均が男性は72歳、女性は75歳と言われている。ちなみに寿命の方は男性が81歳、女性が87歳だ。健康寿命が終わっても男の場合は9年近くも生きるのか。健康寿命が過ぎれば好きなところへ行ったり趣味を楽しむことも大変になる。だからこの健康寿命が尽きないうちに老後をなるべく楽しんでおくのが大切なんだ。金の使いすぎも悪いけど、使わなすぎて何もしないと老後は楽しめなくなると、そういうことになるな。でもなかなか楽しめるものが見つからないんだよな。誘われて登山してみたり、勧められた本読んだりしたけど、なんか合わなくてな。ここはいっそパチンコとかに行ってみようかな。はあ、依存性の高いものに金と時間を使うのはやめた方がいい。なんでだ。依存性の高いものは依存症の発症やそれに伴う金の浪費などの危険がある。特に老後は働けなくなって金を借りることも難しくなるから避けた方がいい。なるほど。今だって血圧高いし老眼で悩んでるのに、これ以上病気はごめんだよ。パチンコはパスだな。それと気乗りしない趣味や相手が必要な趣味を始めることもあんまりおすすめできないな。あれ、なんか俺が思いっきり当てはまるような。先輩と父さんに入ったけど、確かにあんまり気乗りしなかったな。老後は特に時間が増える。そのために趣味の相手やその趣味に対しての依存度も増してしまうんだ。でも相手が必要な趣味はその人の都合でできないこともあるし、気乗りしない趣味をしていても暇つぶしにはなるが充実感はない。なるほど。自分で一人でできて満足できるものを趣味にすべきだと、そういうことだな。なんだよそれ。俺が老後に試してきたことをことごとくやっちゃいけないお金の使い方じゃないか。そうなるな。まあ老後を迎えてどう過ごせばいいのか誰でもわからなくなる。そういった意味でもやっちゃいけないお金の使い方はみんな勘違いしてやりがちだ。実は俺も勘違いしてたことがあったんだ。老後は体力の衰えとかもあって、それを補うために健康をお金で買おうとしてた。どういうことだ。老後を元気でいるために栄養をサプリメントに補おうとしていたんだ。サプリメントなら俺も飲んでるぞ。この間高血圧や栄養が取れるサプリメントを買ったばっかだ。仲間だな俺たち。嫌な仲間だな。サプリメントで老後に必須な栄養素を取るのもいいが、やっぱり大切なのはバランスのいい食事と運動、そして良質な睡眠だ。お金払ってサプリで健康維持しようとする考え方が間違ってる。筋トレしないのにプロテインを飲んでるのと一緒で、健康維持も適度な運動あってこそなんだよ。運動を毎日行う習慣の方が効果は絶大だからな。あとは食事を気をつければ太るリスクも減らせる。サプリメントを買った時は健康に気を使ってるって思ったんだけど、やっぱり運動の方が大切だよね。そうだな。サプリはあくまで補助だから、適度な運動が直接的な予防の効果につながる一番大切なことだからな。あと仲のいい奴らとばっかり飲みに行くのもあんまり良くない。どうしてだ。今がそうじゃないか。俺と後藤田は確かに旧知の仲だけど、会うのは久しぶりだから話していてもいろんな近況話ができるし、こうやってお互いにためになる話もできる。でもいつも同じメンバーでばっかり固まってると、はあ、昔は良かったのにな。
だな。最近は本当に嫌なことばっかりだ。本当にあの頃は良かったよな。こんな感じで思い出話ばっかりに花を咲かせるようになる。人と会ってても新しい視点や価値観が提供されないんだ。なるほどな。それは大いにあるかもしれない。なんかいろいろと話を聞かせてもらったけど、俺が試してきたことはあんまりしない方がいいんだな。まあ俺もサプリメントは買っちゃったけどな。もうちょっと自分のペースでできる趣味を見つけてみたり、健康維持も散歩とかスポーツジムに自分のペースで通う方がいいんじゃないか。確かにそうかもな。あとやるならやりたかったことだな。やりたかったことか。そう、健康寿命が来るとやりたいことも積極的にできなくなる。せっかく老後で自分の時間もできたんだし、やりたいことをやってみろよ。そうだな、そうしてみるよ。富樫の話を聞いて俺は自分の生活を見つめ直してみることにした。その後俺は就職してからやりたくてもできなかったことをすることに。よろしくお願いします。お元気な新人さんだね。俺たちも年だから君みたいなのが入ってくれると助かるよ。それは演劇だ。俺は民間の演劇クラブに入ることに。実のところ学生時代も演劇をやっていたが、社会人になってからはやめていた。かなり期間は空いてしまったが、これからそれを取り戻してやろう。そしてやりたいことがもう一つある。そのために俺は週に5日ほどバイトに行くように。清掃のバイトで時給は1200円ほどだ。バイトの収入は14万4千円ほど。バイトに行ってから生活費も貯金からあんまり出さなくてよくなった。生活費が月に13万。これなら海外旅行にも行けそうだな。最近は円安で海外に行くことが厳しい。でもこの円安が収まるのを待っていたら行きたいものも行けなくなってしまう。だから俺は今のうちに貯金で海外に行くことにした。最近は仕事も始めたおかげか毎日が生き生きしてるな。散歩もこんなに気持ちいいものだったのか。そして健康のため散歩やスポーツジムにも通っている。そのせいか前よりも日々の生活が生き生きしてきた気がするのだ。これからも日々の生活を大切にして自分のやりたかったことをしていこう。やっと自分の時間が持てるようになったんだから、その時間を満喫しないとな。65歳まであと2ヶ月か。ということはいよいよ俺にも楽しい老後がやってくるってわけだ。それはいいけど、ちゃんと考えてるんでしょうね。何が？年金のこととか生活費のこととかよ。あとね、退職すると意外な落とし穴があるって聞いたことある？え、何それ？知らないの？一歩間違えると大変なことになるんだから。大変なこと？俺の名前は国見健康。もう間もなく65歳。めでたく定年退職の時期を迎えようとしている64歳の会社員だ。まず確認ね。退職したらどうするの？そりゃあもうのんびりするよ。そう話したじゃない。うんうん。それで生活はどうするの？だから年金で暮らすようにするよ。退職金もあるし。なるほどね。抜かりなくやってよ。わかってるよ。会社からも今度説明があるみたいなんだよ。ちゃんと聞いてくるのよ。取り返しがつかないことにならないように。ちょっとねえ。何？取り返しがつかないことって何さ？わかんないの？健康保険よ。え？健康保険なんか関係ないだろう。あなた本気で言ってるの？会社を退職したら健康保険も変えなきゃいけないでしょ。
そうなの？なんて無知な人。いい？健康保険は会社ごとに違うのよ。私が働いていた時、あなたと違う保険証を持ってたでしょ。それは所属している健康保険が違うからなの。ほう。じゃあ会社を辞めたらどうなるの？会社を辞めた後は基本的には国民健康保険に入るべきなんじゃない？入らないってことはありえないから。ありえないの？なんで？日本の健康保険は国民皆保険が原則だからよ。入らないってことはまずないの。大事なのはどこに入るかってこと。そうなんだ。でね、お隣さんからいろいろ聞いたんだけど。お、出たな、お隣さん情報。退職してしばらくは手元に保険証がないんですって。え、なんで？間に合わないらしいわよ。しばらくしてから届くみたいだけど。その間病院にかかったらどうすんの？自費ってこと？おいおいおい、そりゃダメだな。ちゃんとやらないと。定年退職を目前に、俺は老後へ向けての下準備を始めることにした。年金についてはすでに年金事務所に問い合わせていたこともあって、65歳から受給できる話になっている。生活費も退職金があるから問題ないだろう。しかしこの時に出てきた健康保険に関しては全くノーマークだった。さてどうしたものか。だが俺だってバカじゃない。ちゃんと情報収集する術は心得ているよ。やあやあ安井さん。おっす、久しぶりだね。どうだい、年金生活ってやつは。うん、まあそれなりにやってるよ。退職祝いでハワイにも行ったし。ハワイいいね。一生一度だからさ。神さんもムーニンみたいなやつだけど、ムームー来たいって言うし。かわいいじゃないか。かわいくないよ、ムーニンだもん。安井さんは近所のテニス仲間だ。学年で言うと俺より一つ上で、つい半年前に定年退職したばかりだった。つまり安井さんに定年退職にまつわるあれこれを聞いちゃおうって魂胆だ。ところでさ、あれどうした？健康保険。ん？どういうこと？なんかあれだろう、退職すると健康保険を変えなきゃいけないんだろう。ああ、そういうこと。あれね、変えなくてもいいんだよ。え、そうなの？そうそう、健康保険はね、確か、3パターンあるんだよ。安井さんによると、退職後に健康保険をどうするかっていうのは3つの選択肢があるようだ。1、家族の扶養に入る。2、任意継続被保険者になる。3、国民健康保険に入る。家族の扶養に入るって、うちの奥さんはもともと俺の扶養なんだよ。その場合は1の選択肢はないね。共働きだったり、子供と同居してて子供が働いていたりしたらなくはないけど。なるほど。1の場合は本人が保険料を払わなくてよくなるからさ、楽だよ。一番楽かもな。ただ扶養に入るってのは保険料だけの問題じゃないからね。できる人は限られてるよな。だよな。2の任意継続被保険者っていうのは俺が取った方法だね。会社に勤めていた時と同じ健康保険を2年間だけ継続できる特別ルールみたいなやつなんだ。へえ、そんなのあるの。じゃあそれでいいじゃない。ところがさ、これが少々難ありなんだよ。まず保険料が高くなる。今までは本人と会社で保険料を折半していたんだけど、退職すると会社負担分も本人が払わなくちゃいけなくなる。つまり同じ保証の内容で現役時代の2倍の保険料を払わなくちゃいけないんだよね。はあ、なんだそりゃ。ただね、扶養に入っている家族の分も継続できるって意味ではこれはありがたいんだよ。さらに収入とかに左右されないんだよね、保険料が。同じ保険料で継続できるから、退職金が入った翌年の保険料が高くなっちゃうとか、あ、そういう心配がないわけ。にしてもな、
何も変わらないのに保険料が倍になるっていうのはちょっと納得いかないね。まあ退職するってそういうことなんだよ。3は国民健康保険ね。これよく聞く話は今までの健康保険より高いじゃないかっていうやつ。まあ仕方ないんだよ。さっきも言ったように今までは会社が半分負担してたから保険料が抑えられていたんだからさ、それと比較したら高いと思うよそりゃ。じゃあ実質はそんなに高くないと。ところがね、一概に言えないんだよ。っていうのは国民健康保険の保険料は前年の収入と扶養家族の人数によって決まってくるから、例えば前の年に退職金をもらっていたらその分保険料が高くなるっていうこともあるわけ。特に初年度は保険料が高くなりがちな傾向にあるみたい。そういうことか。そういうこと。参考になったかい？いや、結局どっちがいいの？あー、お前そりゃ自分で選ぶんだよ。自分で選ぶったって今の話聞いただけじゃさっぱりわからんよ。結局どっちが安くなるのさ。俺は奥さん一人だけど、その場合は退職金が入った分保険料がどれだけ高くなるのわからんよ。お前そこまで教えてやったんだから、あとは自分で調べろよ。なんだよ、わかんないから聞いてるんだろ。まあまあ、お二人さん、ちょっと落ち着いて。お、すみません、ちょっと声を荒げてしまって。いいけどね、そっちのお兄さんはよっぽどお困りみたいだし。困ったってことでもないんですけど、でも妻にもちゃんと説明してあげないと、二人のことですし。あら、律儀な人。いい旦那様ね。そんなことないですよ。じゃあ私からいいことを教えてあげるわね。健康保険の保険料はシミュレーションができるのよ。え、そうなんですか？そうよ。任意継続の保険料は今までの倍額と考えれば保険料がわかるでしょ。で、国民健康保険はシミュレーションすれば概算の金額がわかるから、そこで比較してみるのがいいと思うわ。なるほど。ママさんにアドバイスしてもらい、俺はようやく安心することができた。退職後の健康保険をどうするかは3通りの選択肢があり、俺の場合は今までの健康保険を任意継続するか国民健康保険を選ぶかのどちらかってことなんだな。あ、そういえば一個だけ気になることがあるんだけど。どうした？切り替えのタイミングで一度は保険証を返さないといけないんだろう。それ、新しい保険証が来る前に病院に行きたい時や入院した場合はどうするの？どうだろうな。その場合は一度自費で立て替えが必要ね。へー、やっぱり実費なんですね。でもね、保険適用分は遡って請求できるから大丈夫よ。ちゃんと後から戻ってくるから。はぁ、じゃあ一時的に窓口で10割のお金を払っても保険適用分は戻してもらえるんですね。そういうこと。じゃあ安心だ。はあ、よかった。お役に立てたみたいでよかったわ。いや、勉強になりました。どういたしまして。安井さんじゃなくてママさんのおかげで。そっちかよ。またいつでもいらしてくださいな。ごちそうさまでした。こうして俺はすっかり自信をつけた。そして早速妻に報告。なるほど。じゃあ今の健康保険を継続するか国民健康保険にするか選ぶってこと？そういうこと。方向性だけ決めておけば手続きの時に焦らなくて済むだろうから。シミュレーションで見てみると多分保険料は大きく差がないみたいね。じゃあ国民健康保険でいいんじゃないかしら。いずれ国民健康保険になるのは確実なんだし、年金収入だけになるんだから。そうだな。よし、妻ともしっかり話し合い、俺の気持ちは固まった。これで大丈夫だ。では
次に健康保険についてですが。あ、健康保険は国民健康保険にしようと思ってます。なるほど。では現在の健康保険からは脱退なさるということですね。一度資格を喪失するともう継続はできませんが。大丈夫です。退職した次の日、俺は役所の窓口に来ていた。国民健康保険の加入手続きは前の健康保険の資格喪失日から14日以内に市区町村の役所で行うことになっている。俺は退職時に教わった通り役所の窓口で手続きを終えた。そして来たぞ、国民健康保険証だ。ああ、よかった、これで一安心ね。やっぱり実費で病院に行くのは気分が良くないからな。これで歯医者にも通えるってもんだ。私も肩こりがひどいから整形に通わなくっちゃ。肩こりくらいなら俺に言えばいいのに。あら、聞くわ。もうちょっと右。任せろ。定年退職をして退職金は無事に受け取り、年金の手続きも済んだ。そして健康保険の手続きも完了。これですっかり安泰だ。これからはしばらく二人でのんびりしようと思う。まだまだ時間はあるみたいだからな。ご視聴ありがとうございました。チャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。コメントもぜひ残していただければ嬉しいです。